ごきげんよう、オリピーです。皆さん、植物をめでてますか？今回は2つのアジサイの違いについてお話しします。さて、問題です。この2つのアジサイ、何が違うでしょうか？シンキングタイム。パッパパラッパパッパパッ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 パパラッパパッパパッパッパパッパパラッパパッパパッ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 。そう、その通り、大きさが違います。実はこのアジサイ、同じ日に挿し木、同じ日に鉢上げしました。なのにこんだけ差があります。前回アジサイの挿し木、鉢上げの動画を出しましたので、概要欄に貼っときますのでね、ぜひ皆さん一度見てみてください。こちらの左手にあるのが前回動画で鉢上げしたアジサイです。鉢上げしてから1ヶ月ぐらい経ってます。少し成長してますね。右手にあるアジサイは動画には上げてないんですけど、同じ日に鉢上げしたアジサイです。こちらは見るからに大きくなってます。もうすでに鉢上げした時点で根の量が全然違いました。鉢上げして1ヶ月、成長も全く違います。正直ここまで差が出るとは思いませんでした。水揚げする時にメネデールを使ったのがこちらです。水揚げする時にメネデールを使って、ある白い粉を使ったのがこちらです。この白い粉をポケットに入れておくと捕まりますよ。もう白い粉分かりましたよね。正解はルートンでした。そう、胸ポケットに入れといても捕まりませんので、ご安心ください。どうでしたか皆さん、ルートンを使うと結構成長が早いのが分かります。早く成長させたい方はルートンを使うといいと思います。ルートンを使うにあたって一つだけ注意点があります。それは果樹苗とかに使わないということです。もう少し簡単に言うと、食べる植物には使わないでください。アジサイは食べませんので使って大丈夫です。みかんやイチジクなどは実を食べるので使ってはダメです。ハーブなんかも食べるので使ってはダメです。今回の動画いかがでしたか？良かったかなと思う方、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。皆さん、植物をめでましょう。オリピーでした。それではまた。じゃあねー。バイバーイ。